シルバンシャロームシルバンシャロームは1958年8月4日生まれでチュニジア出身のユダヤ人イスラエルの政治家、ジャーナリスト。1958年にチュニジアにミズラヒームとして生を受け、翌年両親に連れられイスラエルに帰還。ネゲブ・ベングリオン大学卒業後大手保守系新聞のエルサレムポストに就職、ジャーナリストとしての道を歩き出す。 1992年に、政界入り、リクードに所属し党内では最も恩恵派に属し、パレスチナ国家容認、入植地解体を伴う大幅な領土的情報の立場を取る。2001年に、シャロン政権が発足すると、財務省として初入閣。2期目では、外省として起用され、徴用された。しかし、論争を呼んだガザからの全面撤退を二千四年に、シャロンが打ち出すと、 恩恵派であるにもかかわらず、党内の多数派工作を、なぜか拒否し周囲を驚かす。その理由として、シャローム自身、将来の首相の座を兼ねてから狙っており、そのために、党内の強硬派を刺激したくないこと、また、ガザ地区撤退計画は、オルメルト副首相や、バイスグラス官房長官らごく一部のシャロン側近が、立案、作成したもので、 その密室でのやりとりに、シャロームが不快感を持った、などが考えられる。シャロームはその後の国会での採決や、閣議決定では賛成の立場を取った。2005年11月、シャロンがカディマを結成した際は、それに同調せず、リクードに止まった。2006年3月の総選挙では5回目の当選を果たす。2007年8月のリクードの投資選には、出馬しなかった。 ありがとうございます。